武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、国際資源理工学部に関しては大問2つで時間60分、教育文化学部に関しては大問3つで時間90分という形になっております。で、問題の出題に関しては割とバリエーションが多くてですね、まあ、選択問題、記号、選択問題、記述、語句を埋める問題、論述問題、計算問題などなど様々出てくる形となっておりますが、まあ、論述もそれなりに出てはきますので、論述練習はやっておく必要があるでしょう。ただ、まあ、生物に関しては、まあ、こちらも他と同じく難しい問題がそれほど出るわけではないので、まあ、セミナーだったり、もしくは、リードライトノートなど一冊仕上げておけば、十分対応できる程度の難易度です。ただ、論述に自信がない場合、もしくはちゃんと生物で点を稼ぎたい場合には、国公立標準問題集、キャンパスなどを追加でやっておくと、かなり楽になるかとは思います。で、まあ、気をつけなきゃいけないのが、論述ができれば解けるってわけではない。要は知識の問題も結構多いので、基礎知識の確認という部分をしっかりやっておく必要があります。で、まあ、これに関しては、まあ、地図だ、絵や、図ですね、こちらのような資料集などを使ってですね、目を通しておいて、まあ、知識を広めておかないと、ちょっと対応しづらい問題などもあります。なので問題としては簡単であってもなかなかその触れていないとっていう問題もあったりはしますので、こういった部分にも対応できるようですね、問題集を終わらせて終わりではなく、いろんな周辺知識も入れるように心がけてください。以上が生物の勉強となります。